こんにちは、ばあばです。今日はこの引き出しの作り方をご紹介します。この中の部分を引っ張り出すと、このように実際に小さいものなどをしまっておける形になっています。こちらは一段のもので、これをいくつか重ねて、何段かつながった形の引き出しにするのも可愛らしいと思います。ではこの引き出し、早速作っていきましょう。用意するのは15センチ四方の折り紙が2枚と、あと糊になります。1枚はこの引き出しの外側の部分、もう1枚は内側のこの箱の部分になってきます。まずこの引き出しの外側の部分から作っていきます。白の面を上にしてこのような向きで置いて、三角形に縦と横半分に折って折り筋をつけます。開きます。左の角と右の角をそれぞれ中心に合わせておりますが、このように角を中心に合わせて全体を折らずに、真ん中のところだけ軽く目印程度に折り筋をつけておいてください。一度開いて、そしてこの角を今仮につけた折り筋に合わせて、このように内側に折ります。反対側も同じように、まず角を中心に合わせて、そして真ん中に目印程度に折り筋をつけたら開いて、改めてこの角を今つけた折り筋に合わせて、このように内側に折ります。次は下の角を上に向けて折り上げますが、このように折り上げて、そしてまずこの角が中心の縦の折り筋にぴったり合うように位置を決めて、さっき折ったこの三角形のこの下の縁と今折り上げたここの縁がほんの少し2ミリぐらい隙間が空くように、このようにほんの少し隙間が空くようにして位置を決めて折ってください。折り筋をつけたら一度開きます。上の角も同じように、このように下に角を折り下げて、中心の縦の折り筋に角をぴったり合わせて、そしてこの脇の三角形の縁と今折ってきたここの縁が2ミリぐらいほんの少し隙間が空く程度に位置を決めて折ってください。このように折ったら、ここの三角形をここの横の折り筋に合わせて折り返します。開きます。こちらも同じように、一度さっきの折り目で折り上げて、そして上の三角形部分をこの横の折り筋に合わせて下に折り返します。開きます。角で折れている三角形を一度全部広げます。次は左側の角をここの縦の折り筋に合わせて
内側にこのように折って折り筋をつけます。開いて右側も同じようにこの縦の折り筋に合わせて角をここに合わせて折り筋をつけます。開きます。下の角と上の角をここの横についている折り筋でこのように内側に折っておきます。このように折れたら裏返して色の面を上に出します。次はこの角、この縦と横の折り筋が交わるこの角、この角から伸びるこのような斜めの線の折り筋をつけていきます。ここの角を起点にまずこの左側の角を右斜め上にこのように折り上げるようにして、そして外側の縁と縁がぴったり揃うように位置を決めて、この位置でこの縦の折り筋と横の折り筋の角から縁のところまでこの範囲だけ折り筋をつけます。開きます。そうするとこの角からこのような斜めの折り筋がつきました。反対側も同じようにこの角のところを起点に右の角を斜め上に折り上げて、そして外側の縁と縁がぴったり揃うように位置を合わせて、そしてこの範囲だけ折り筋をつけます。開きます。下も同じように折っていきます。下はここの折り筋の交わる角、この角を起点にまず左の角を斜め下に折り下げて、外側の縁をぴったり揃えてこの範囲だけ折り筋をつけます。こちらも同じようにこの角を起点に斜め下に折り下げて、そして外側の縁をぴったり揃えてこの範囲だけ折り筋をつけます。開きます。裏返して白の面を上にして、今折れている三角形の角がこのように横に来るように置き直して、次はまずこの縦の折り筋で左側の部分を一度真上に立ち上げて、そしてここに斜めに折り筋が入っていますが、この折り筋を今ついている谷折りの通りにこのように折りたたみながら内側に寄せるようにこのように折りたたみます。そうすると自然にこのように縁が立ち上がってきます。反対側も同じようにここの斜めの折り筋を谷折りに中心に寄せながらこのように折り筋通りに折りたたみます。このように片側の縁が立ち上がりました。ここの角はここの縁の高さで内側に折り込みます。このように縁の高さに合わせて内側に折り込んでください。
で片側の側面ができました。反対側も同じように縁を立ち上げていきます。この斜めの折り筋を内側に折りたたむようにすることで、自然と側面が立ち上がってきます。こちらの角も同じようにこの縁の高さに合わせて角を内側に折り込みます。はい、これで引き出しの外側の部分が完成です。今内側を見ると折り込んだ角が内側でちょっとぷかぷか浮いているので、この浮いている状態が気になる場合は糊を使って角を貼り合わせておきます。一度内側に折り込んだ角を外側に出してきて、裏のここの部分に糊をつけていきます。この面に糊をつけて、そしてさっきと同じように内側に折り込んで中でぴったり貼り合わせておきます。反対側の角も同じように糊付けしておきます。糊付けをしておくと後で内側の箱の部分を入れるときに出し入れがしやすい状態になってきます。次はこの引き出しの内側の部分を折っていきます。白の面を上にしてまず縦横半分に折って折り筋をつけます。開きます。このように向きを変えて次は三角形に縦横半分に折って折り筋をつけます。開きます。4つの角をそれぞれ中心に合わせております。下の縁と上の縁を中心の折り筋に合わせて内側に折ります。折り筋をつけたら開きます。右の縁と左の縁もそれぞれ中心に合わせて折って折り筋をつけます。折り筋をつけたら開きます。この下の部分以外の3箇所を開きます。裏返します。ここの
横の折り筋で上の角を下に折り下げます。ここに横に1本折り筋が入っていますが、この横の折り筋を上の縁に合わせるように、このように上に折り上げます。そして上の飛び出ている角をここの縁に沿って裏側にこのように折り返しておきます。次はここに縦に折り筋が入っているのですが、この折り筋ですが、この折り筋を山折りに立てるようにしながら、右側の部分をそのまま左側にこのようにスライドするように寄せてきます。そしてここの色と白の境の縁がこの縦の折り筋にぴったり揃うように、このように右側の部分を左側に寄せてきます。そしてこの斜めの縁を折っておきます。反対側も同じように、ここの折り筋を山折りにしながら左側の部分を内側にこのようにスライドさせてきます。そして色と白の境の縁が縦のこの折り筋にぴったり合う位置でここを折っておきます。中心部分がこのように浮き上がっている状態です。このように折れたら裏返します。この横の折り筋で上の縁と下の縁をこのように真上に一度立ち上げます。そしてこちら側の縁を立ち上げていきますが、ここにここの角から伸びる斜めの折り筋があるので、この折り筋が谷折りになるように内側にこのように折りたたむと、自然とこのように縁が立ち上がってきます。反対側も同じように、ここに斜めの折り筋が入っているので、この折り筋を谷折りにするように内側に寄せてきて、このように側面を立ち上げてきます。ここの折り筋で上の部分を内側に折り目通りにこのように折り込みます。反対側も同じように縁を立ち上げます。この斜めの折り筋とここにあるこの斜めの折り筋を谷折りにするように内側に寄せてきて、そしてこの部分を内側に折り込みます。はい、これで引き出しの内側の部分が完成です。このように取っ手のついた箱になりました。この内側の箱もこの折り込んだ角がぷかぷか浮くのが気になってしまう場合は、ここも糊をつけて貼り合わせておいてください。この角の裏に糊をつけて、同じように内側に折り込んで、そこにぴったり貼り合わせておきます。
部分も貼り合わせておこうと思います。はい、そしてこれをさっき完成した外側の部分にこのようにはめ込むことができます。はい、これで引き出しの完成です。こちらは以前作ったラッキースターですが、このような細かいものを入れるのにぴったりのサイズの引き出しになります。そして最初に見本でお見せしたように、このように何段か重ねたい場合はのり付けしてそれぞれの引き出しをつなげていきます。まず引き出しの内側を出した状態で、一つのこの外側のここの面にのりをつけていきます。この縁の部分までしっかりのり付けするようにしてください。内側に手を入れるようにしながら、このように縁と角までぴったりのりをつけて、そして同じように作った外側のパーツと角と縁がずれないように貼り合わせます。お好きな段数を重ねて作ってみてください。シンプルな形ですが、とても可愛らしい引き出しになります。中に入れるものもぜひ工夫してみてください。